日本政府次期戦闘機の開発を正式決定。昨日、河野太郎防衛大臣が記者会見にて、政府の来年度の当初予算案にて航空自衛隊の次期戦闘機の開発費111億円を確保したと発表しました。河野大臣は、予算を認めていただいたので、来年度は構想設計からスタートする。 ワークにとって航空優勢を確保することは非常に大事だ。今までは将来戦闘機と言っていたが、開発に着手するので、次期戦闘機と今後呼んでいきたいと発言されておられますが、この次期戦闘機、自衛隊の F2 戦闘機の後継機であり、2035年から F2 戦闘機が 退役し始めるためそれまでに開発が行われる予定になっておりますが現時点では日本主導で開発し日本のパートナーとなる国は今のところ決定されておりません現在日本は中国や北朝鮮などの脅威が日に日に高まってしまっており国民が 危険にさらされておりますのでこういった脅威に対処できる戦闘機を開発していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました